あの教官、その前に写真を一枚撮らせてもらってもいいですか？そのもう知ってるかもしれないですけど、うちの弟と妹、灰色の騎士の大ファンなんです。そのいろいろあって保留にしちゃってたんですけど、そろそろいい頃合いかなって。わかりました。私もお姉ちゃんですし、ケンとナナのためにも教官と一緒に写ってあげます。ありがとうございました。ケンとナナも喜ぶと思います。はい、私も信じてます。この帝国にも私が尊敬する支援家と同じ魂がありましたし。教官、今後ともよろしくお願いしますね。待ってください、教官。この機会に一つ宣言させてください。ええ、本年度中、少なくとも2年に上がる前に、バンダールの創建にかけて、あなたから3本に1本は取れるようになってみせます。それでもです。その覚悟と実力も伴っていなければ、この先は乗り越えられないでしょうから。父や兄、
叔父たちが遠ざけられて、僕も薄々予感はしていました。下手をすれば帝国が引き返せない道を歩み始めてしまうのではないかと。そしてひとたび先端が開かれれば、個人の剣など意味をなさない、そんな時代が来てしまうでしょう。ですが、たとえそうなっても、僕は必ず乗り越えてみせます。みんなや巨漢、あなたと共に。そしていつか教官と僕の剣がそれぞれの高みにたどり着いた時、僕の目標であるあなたの剣をいつか超えられればとも思っています。正直そちらは何十年かかるか分かりませんが。ええ、どうか待っていてください。
私の番ね。はい。さあ。そこだ。チャンスね。チャンス。私の番ね。はい。今よ。俺の番だな。今だ。もらったわ。俺の番だな。チャンスだ。速攻ですわ。お任せください。こんな今です。もらった。私の番ね。チャンス。やい。よし。マイオール俺の番だ。マイ今だ。もらったわ。私のチャンス。もらった。私の番だ。俺の番だな。チャンスだ。速攻ですわ。行くぞ。はっ、任せなさい。はい、今よ。やい。行くぜ。マイン。よし。わたくし、はっ。俺の番だな。はっ、崩れた。もらったわ。ええ、チャンス。やい。行くぜ。私よ。それで、霊視反応を確認。ここ左ですね。いやー、パーティーが優秀だと実に楽だね。はあ、まったくどの口。かわいくせだ。もらったわ。俺の番だな。行きます。私の番ですわ。こんなのにいかがです。行くぜ。アークス駆動。ええ、そうだよ。あた、私の番。それでは、ね、しかし、チャンスね。チャンス。もらった。俺の番だな。見ろ、今だ。任せなさい。よし。チャンスだ。速攻です。お任せください。させるか。私の番ね。俺の番だな。崩れた。もらったわ。お任せ。今です。もらった。俺の番だな。マイン。俺の番だな。今だ。速攻ですわ。行くぞ。あ、崩れた。もらったわ。お任せ。チャンス。もらった。さあ、かかってこい。見ろ、今だ。もらったわ。私たち。チャンス。もらった。よし。ええ、もらった。マイ、見ろ、崩れた。もらったわ。行くぜ。チャンスだ。速攻です。私の番。チャンス。もらった。任せた。今よ。やい。この野郎。お任せ。行くぜ。顔は、you
ベクターさん、何か。いや、気のせいだろ。なんか引っかかったが、とりあえず置いとくか。もらった。
ツマイマイマイあ、崩れたもらったわよしお返ししたぜお任せくださいええ、今よ付き合い俺の番だなお任せください今ですもらった俺の番チャンスだ速攻ですわ俺の番崩れたの偽装もあります。はっ。はっ。わかる。はっはっ。左左右ってとこか。ま、適当だけどな。はっ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 。マジでムカつくな。この二人。相性がいいんだか悪いんだか。はっ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 。せっはっ。お宝じゃねえか。行くぞ行きますマイ心臓滅却にはい私のはい視線の上はいこいつでしまいにしようぜさい
助かった。行くぜ。あとは頼んだ。いいとも。少し本気を出させてもらうよ。はあ。我が元に集え、大いなる七王の力解き放て。アカシックスター。楽しんでくれたかな。俺の番だな。行くぞ行くぞ。私の番だ。はい、チャンス。やり。サラキの勘、やりましたね。いい感じだ。パスだ。手強いぞ。気をつけろ。マイ。無事。行くぞ。進行。私の番ね。私の番です。バトンタッチです。任せるがよい。耐えてみせるがよい。助かる。はい。せっ。
天候陣横流。行くぞ。私の番だな。耐えてみせ。よし、これで大丈夫だ。成長しちゃいました。出発だ。ゴーゴー。せん。入れ食い。それかかった。いい感じだな。へえ、いいのがかかったな。教官もお好きですね。ま、今日は何をお召し上がりで。またのお越しを。リーン教官、最後にちょっと失礼します。
なるほど、こういう感じですか。失礼、ちょっとミリアムさんがタックルしたくなる気持ちを確かめてみたくなってしまって。温かくて安心して、ですが多少の勇気が必要ですね。少なくとも私の場合はですが。ええ、教官や七組の皆さんと過ごす中でいつしか変わったんだと思います。入学式の日、最初に聞かれた私が七組に所属する理由が、そうあるべきだからではなく、私自身がそうありたいというふうに。先を越されたばかりですが、どうかお礼を言わせてください。それは教官やミリアムさん、七組の皆さんがくれたものだと思いますから。私もです。これからもそばで支えさせてください、リンさんと七組の皆さんを。教官、改めてありがとうございます。教官はずっとこんな私に正面から向き合ってくださってますから、私に何かがあるのに気づきながら、七組の生徒の一人として、ラマールでの言葉もこれまでも、それが何よりも嬉しく思っています。そうですね、確かに危機は去りましたが、きっとまだ何も終わっていません。その意味で、私には私の果たすべき使命がありますが、七組のミュゼであることは何とか両立させたいと思っています。
ああ、シュバルザ、ちょっと言っとくことがある。期待してるところ悪いが、さっきの話の続きってわけじゃねえ。あんた、もう大丈夫とかぬるいことを考えてんじゃねえだろうな。分かってんならいい。せいぜい油断しねえこった。平和ボケしてるところに手痛いしっぺ返しを食らいたくなきゃな。どうだかな。ま、昨日の竜狩りも歯応えがあったし、なかなか刺激的なのは認めてやるよ。たまにお袋が生きてた頃が懐かしくなってくることもあるしな。言っとくが、一人が寂しいとか殊勝な意味で言ってんじゃねえぞ。ただあの坊ちゃんやら、ジャジャウマやら、チビウサやら、イーグレットやら、手のかかる連中のフォローをしてるとなんとなく思い出しちまうってだけだ。だからまあ、サンキューな、共感。またあなたとこうして一緒に過ごせてよかったわ。ラインフォルトも今まで以上に忙しくなりそうな気がするし。ええ、正直言うと怖くすらあるわ。これからあの新型列車砲も本格的に運用されるかもしれない。万に届く戦車と数千に及ぶ機甲兵、そして新型飛行戦艦も、母様と私の実家が関わった兵器で何千何万、場合によっては何十万もの人がって考えたら、
も勇気づけられる言葉だわ。私もきっとあなたを同じように勇気づけてみせるから。だからお互い頑張りましょう。待つがよい、リーン。そこに直れ。はっ！まだ父上らには遠く及ばぬが、そなたの心にまとわりつくような影を断ち切り、払わせてもらった。侮るでない。これでもずっとそなたを見てきたつもりだ。修行中共に会えなかった時も常にそなたの存在は感じていたのだから。気を食らってしまったようだな。しかしそなた手慣れすぎてはおらぬか。違わない。
じゃあまた後だな。リーンも月祭を楽しんで。とすまない。もしもし。ああ、ライナー先輩ですか。ええ。ええ、わかりました。書類の方は明日確認しておきます。ああ、今日は休暇だったそうだが、自主的に仕事を引き受けたそうでね。僕の仕事まで引き取ってくれた上に月祭をしっかり楽しんでくれなんて送り出されてしまったよ。ああ、クロスベルや今回の一件で随分と思うところがあったみたいでね。光栄なことだが、僕たちの姿を見て随分やる気を取り戻してくれたみたいだ。帝国が今向かいつつある方向、先輩たちも分かっているんだろう。司法監察員にとってもきっとここからが正念場だと。無論弱い立場ではあるが、エレボニアもあくまで法治国家だ。司法の番人として何としても7組の力になってみせる。あ、僕は加えて父さんの問題もあるしな。革新派の有力者、最近じゃどうも主流とのすれ違いもあるみたいだが。ああ、そのあたりのすれ違いも場合によっては活用させてもらう。頑張ろうリン。険しくも苦しいこの道を乗り越えて、笑顔でまた集まれる日のためにも。
そうだアリン、これ受け取ってくれる？うん、来月になるけど帝都歌劇場でコンサートをやることになってさ、 S 席を何枚か取っておいたから、よかったら新7組の子たちと来てよ。たまたま公演がなくて劇場側が企画したみたいでさ、あのクロチルダさんが活躍した場所で演奏できるなんて恐れ多いけど。姉さんも伴奏で参加するし、頑張るから楽しみにしてて。父さんが来られるかわからないのだけが残念だけどね。僕のことは心配しないで、自分ができることをやるだけだから。帝国中に、大陸全部にだって届けてみせる。リーンたちが応援してくれた僕の音楽の力を。武器を取る気すらなくなっちゃうくらい、誰もが最高の笑顔になれる音楽をね。うん、任せてよ。待つがいい、リン。その前に一つ謝罪させてくれ。実はこたびの共和国工作員の一件、兄が絡んでいたらしい。クロスベル上空から本土に潜入する共和国の特殊作戦艇を見逃す形で、無論彼ら自身にそうとは気づかせぬようにな。俺自身の情報網とミリアムの情報から合わせて出てきた推測だ。口実をでっち上げるための茶番劇だった可能性すら出てくる。確たる証拠はないが、
さすがにどうも心苦しくてな。のお互い様か。つくづく似ているな、俺とお前は。おそらく逆境はこれからだろう。帝国が向かおうとしている流れはあらゆる全てを巻き込み始めている。もはやその時は避けられまい。さすがに察していたか。ああ、だが四大名門アルバレア家としての役割だけにとらわれるつもりはない。これからも共に行こう、リーン。貴族である前に七組の一員として俺たちにしか見出せない道を。待ってくれ、リン。その前にこれを見てくれないか。そうだ、一部ではあるがな。驚かせてすまない。皆に話す前にリーンにだけは知っておいてもらおうと思ってな。俺が以前と変わったという偽りのない事実の一端を。ああ、一端は収まったが今も息吹のようにかすかに感じる。多分この力を受け継いでいなければ感じられなかっただろう。それは違う、リン。
俺が今のをあえて見せたのは、お前に少しでも休んでほしかったからだ。風と女神の導きか、俺は力という翼を受け継いだ。そしてその翼はせめてこの一時、お前や皆を守り安らがせる程度には大きいものだと自負している。それもお前たちと共にあってこそだ。だからどうか今は体を休め、心ゆくまで楽しんでほしい。ああ、無論だ。心配なことはいろいろ残っていると思うけど、リン君ならきっと大丈夫だから。そっちの方はどうか私にある程度任せて。私は信じてる。きっと二人とすぐに会えるって信じて、明日くらいから本格的に各方面を当たってみるつもり。結社や黒の攻防、政府の動きについてもみんなの力を合わせるべきだと思う。だからリン君も抱え込みすぎないで、リン君にしかできないことに向き合って。本当のお父さんについても、新七組のみんなについても、それは他の誰でもないリン君だけにしかできないことだから。
そういうこと。それにリン君が今までずっとそうしてくれたように、7組のみんなやエリジちゃんや大勢の人たちが力になってくれるから、もちろん私も。お互い頑張ろうね。先輩として同僚として私もずっと隣で支えるから。大丈夫だからね、リン。仮面のこととかおじさんのこととかいろいろ心配してるみたいだけど、どんなことがあったって僕はリンの力になるから。もちろんこっちも頼ってるって。これからも一緒に頑張ろうね、リン。僕も全力を尽くすから、大好きなみんなのために。ふふ、当然だよ。あーちゃんにもいつか絶対お姉ちゃんって言わせてみせるんだから。Thank you.
そうだ、リンさん、ちょっとペンダントを貸していただけませんか？ルクカリオ、彼の道を照らせ。はい、これで大丈夫です。魔術というより私自身の魔力を込め直しました。それとリーンさんの行く道にどうか光がありますように、そんな思いも一緒にですけど。だったら嬉しいです。私もこの月祭中きっと姉さんのことを見つけ出して裏の事情も解決してみせます。魔女として7組のリンさんたちの委員長として。改めてありがとうございました。2年前女学院で出会ってからずっとよくしてもらって、テロ事件や内戦で助けてもらったことや、セドリックを助けてくれたことも、テートの危機を救ってくださって、あの子と和解してくれたことも、エリゼとリーンさんに会えてよかった。改めて今空の女神に感謝しています。姫様どうしてもこの機会に改めてお伝えしたかったんです。今言っておかないと機会がなくなるかもしれませんから。これでも公女ですから、もはや帝国にとってそれは避けられない状況になりつつあるんでしょう。ですが同じくらい信じられます。あの内戦の空を共にかけたリーンさんたちならきっと大丈夫だって。だからどんなことが起きてもどうかくじけず頑張ってくださいね。泳がずながら私も力になります。
一帝国臣民として、姫様の無二の友人として、これからも姫様を支えますから。リーンさん、エリゼ、はあ、もういろいろな意味で踏ん切りをつけようと思ったのに。あなた方兄弟は本当に生真面目で、どこまでも優しくて、二人揃って大好きにしかさせてくれないんですから。姫様、もうこうなったらやっぱり一緒にエリゼと共同戦線を張るしかありませんね。アリサさんやラウラさん、エマさんたちにも負けないくらいの強力なタッグを組んで。そうだ、ミュゼには警戒しないと。まんまと漁夫の利を得られそうですし、ごほ、それは確かに要注意対象ではありそうですね。待って、ちょっとしたお誘いなんだけど、この山場を乗り越えた暁には一緒にノーザンブリアに行かない？あの北方戦役の後しばらく帰ってなかったからね。君もあれからどうなったか気になっているみたいだし、まあお互い忙しくなりそうだから口約束に終わりそうな気もするけど。あ、そうね、私も報告したいことが山ほどあるかな。帝国で遊撃士になって、何の因果か士官学校の教官にもなって、こんな私でも人を教えて導くことができて、教官として自慢の後輩までできたよってね。だから不意打ちはやめなさいっての。まったく君って子はとんだ年上キラーになったものね。ええ、思う存分力を貸してもらうわよ、リーン。
最高ランクか。あっぱれだ。褒美を渡すとしよう。最高点か。大したものだ。突き当たりの右手になります。それでは行きましょうか。奥の部屋みたいですね。ええ、